ました浜崎愛香 VS アムザロケット両選手の入場です。まずはアムザロケット選手お願いします。はい、アム選手、47.70 クリアです。クリアしました。続きまして浜崎愛香選手です。はい、浜崎選手、49.00、クリアです。クリアしました。ジャストでクリアしました。まずは正面を向いての写真撮影です。浜崎愛香選手はライジンの女子スーパーアトム級チャンピオンでもあります。そして一方のアムザロケット選手ですが、柔術の黒帯、さらにはムエタイでも80戦のキャリアを誇ります。相手を倒しながらマウントポジションを取るというところも見せたことがあります。強敵を迎えた浜崎選手です。ノンタイトルではありますが、厳しい戦いになるか。両者の戦い、明日セミファイナルで行われます。さあ続きまして第13試合メインイベントになります。ライジン MMA ルール5分3ラウンド61キロ契約肘ありです。このチャンピオンも名古屋に登場です。堀口京司 VS 朝倉海良。